パニック障害になったもうここ1年くらい発作起きてないもん。あ、パニック発作は？うん、まあ東京出てきてから徐々に治りつつあったけど、そろそろコツもいっぱい掴んできて。なるほどね。うん、正直治った。治ったりするもんなの、あれ。死にかぶせるやつ俺そうだった。治るだろ、そりゃ治るんだあれしようぜ、パニック障害誘発選手権しようぜ。どういうこと？何？パニック障害起こす条件全部やって、俺に全部やってもらって、それでも起こさない自信あるから。かかってこいと。カフェイン、ガントリー、アルコール、ガントリー、タバコ、バカ吸い、徹夜みたいな、いろいろ全部やって障害で遊ぼう。障害で遊んじゃダメいけるいんのかな、これ。何でも俺がいいっつってっから。本人がね。そう、いいんすか？俺容赦しないよ、そんなの。本当になってたんだよね。マジ？きっかけは何？きっかけとかなのか分かんないけど、いつ頃からのパニック障害は。なんかな、そういうのあんま考えたことなかった。最近考えるんだよ、出発してんとこなんだろうみたいな。まず遡るとやっぱ小学生の頃からと思う。まず小学生くらいの頃から結構俺キモかったんだよ多分小学校の頃からすでに。うん、今もまあキショイけど、キショイって開き直ってから俺直った節あるから。俺もキショくて当たり前だし、なんかちょっと小耳挟んだりしてたんだよ。臭いとか、なんかキモいとか。まあまあ相当明るくね、俺は小学生でそんな知らんからさ、みたいな感じでやってたけど、でも徐々に積もってたと思うよ。自分ってキモいんじゃないかとか。で、なんか途中からね、なんか今も陰口言われてるんじゃないかとか、今の自分もまたキモいんじゃないかみたいな、思春期にならにつれて思ってきて、なんかすごいその授業中でもそわそわしたりしてたんだよ。人目が気になっちゃうみたいな。そうそうそう、教室がシーンってなったりしたら、なんか今キモがられてないかな、今はもう臭くないかなとか、なんかおもらししたりしないかなとか。なんかある日、一番覚えてるのはあれだな、その朝礼の時にマジで倒れたっていう。倒れた？朝礼ってさ、校長先生が話すのをこうやって体育座りでさ、みんなでこう静かに聞いてるじゃん。背の順って3番目とかの名前からこうやって聞いてて、シーンってなってて、そこでもまあ、ダン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 ってなってきて、小6くらいの子で、ダンダンダンってなってきてね、マジでブラックアウトしたんだよブラックアウトしちゃったんだ。ふーってなって、で、なんか気がついたらちょっと時間飛んでて、そしたら先生来ててみたいなこと結構鮮明に覚えてるんだけど、その体験もあって、でまたなんかそれ起こすんちゃうか。なるほどね。じゃないか、今大丈夫か、俺キモくないか、またあんな感じにならんかみたいなのが、またそれはそれでバイバイゲームで増えてって、中3の頃にはもう本当に不登校なんですよ。暗いな最初あんなに明るかったのに。俺今からなっしゃーとか言って、今からパニック障害誘発させようとしてるんだよ俺今そんなの聞いて俺できないよ。いや、大昔の話だから明るく人の心まだあるよ俺にだってなんか明るい感じにしたいな。なんか EDM とか流していい？ EDM? EDM 流していい？ EDM 暗すぎる、ちょっと、EDM、暗いなと思ったら EDM 流すわ。暗すぎるなと思ったら流す。うん、こっちの判断でやらせてもらうから。まあ俺ちょっと性格もひねくれてたから友達も一人ももうできなかったんだけど、でお父さんは単身赴任で、お母さんはがんと闘病中でみたいな最悪な高校1年生の期間があったんだけど聞いてられんだから入退院を繰り返してるお母さんってマジで覚えてる。喧嘩の日があって、あんたもう何があったか分かんない、学校行きなさい、行けない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 、もう行きなさい行けない行けなさい行けない、たぶん俺今病気なんだよ。明るくなった話は暗いけど、確かになんかちょっと明るく話せたかも。 EDM いいな、暗い話も聞けるわ確かにな、うん、イスラエル情勢とかね、これに合わせて教えて伝えてほしいのニュースとかでも。あ、なるほどね、ミサイルヒュン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 、エイバリゲロー。あのね、これ今になって最近病名分かったんだけど、
会食恐怖症っていうのがあるらしくて、その人と飯食うのがダメっていう障害があるらしくて、そのパニック発作とかパニック障害の派生系で、なるほど、ね、俺多分それだったんだけど、みんなの前で飯食えなかったからさ、その4階のトイレにつながる、校舎の4階の、ああ人あんまいない、そうご飯食べれなくて、そのパニック発作になってからももう全然飯のだ通んないから、そのもうちょっとずつトイレに捨ててない、お母さんが作ったご飯もうちょっとずつこぼすのがコツだから、もうボソ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 ジャーちょっとずつちょっとずつ流すのがコツだよ、コツ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 、あー足巻き卵をビロ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 ほどいてから流す。もう一個あって、そのこうやって4階のかそってるトイレでご飯食べて、でまあ全部流し終わってちょっとずつで、4階のトイレだから出ようって思った時に、そのヤンキーの男子がたまり場にしてたらしくて、ヤンキーの男子3人くらいでトイレに入ってきて、曲がり角曲がる曲がる曲がる、俺手洗ってる、俺見た瞬間うわそう、ルテンジャラもやっててマジで声を誰にして一個言いたいのは、そのこそこそ陰口言う女子やめない。その本人は何の気なしに結構その女子って陰口言って仲深めるところもあるからさ言ってるんだろうけど、それ聞いた側はマジで一生忘れないし、トラウマもんだよな。そうそうそう、一生のパニック障害、女性恐怖症を引きずることになるから、まあでも徐々に勉強してって、こう頑張って、まあカフェイン抜いたりとかアルコール抜いたりとか、睡眠十分取ったりとか、まあ難しい話セロトニンとかをこうどんどん出す、まあ生活にも整えて、でまあちゃんと自分に自信つけてみたいな、一個一個やってったらなんとかもう各駅停車より急行乗れるようになったし、おおすごいやん。毎回一駅ずつ降りてたんだけど、東京出てきた頃快速乗れなかったもんね昔ね、乗れてきたばっかの頃は。さあ、ということでそういうことっすね。いいんだな、俺容赦しないよ。もう結構もう 2,3 年一緒にいるから分かるよ、どういう時に発症するか。今日マジでガチンコ勝負っす。 OK、 じゃあまずまずまずこれね、はい、お酒ね、これね、はーい、ストゼロ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 氷結。なんか傾向としてやっぱ二日酔いの日が一番パニッシュを発症するイメージあるから、まずこれ全部飲んでくれ。やばい、はい、飲みました。あ、ゆっくりでいいから一回飲もう、まあ、ゆっくり今晩飲みましょう、これを一回飲むか。はい、いい感じに酔いもあったし、これ二日酔い確定だよね。まあなあ、いい飲み、いい酒、いい酒ってこの量はい、じゃあまずい、うわあ！おい、よくれたね。いや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 、おいおいおい、ダメだよ。OK。今ろ、今8時。眠いと思って買ってきてたカフェイン。これで目覚まして、シャキッと。今日も頑張ろう。コーヒーと。コーヒーとマモンスター。やだ。全部は無理か。行けるとこまで行ってほしいかもな。
ょっと支度してくる。どうしたん？どうしたん？何が？どうしたん？何してんの？行こうぜ、早く。なんか買い行こう。え？てかさ、なんか臭くね？めっちゃ見られてるよ。大丈夫？もううんこ漏らしたらどうするの？やばくない？え、てか倒れたらどうする？倒れたらクリスマスの風物詩ね。レテンじゃね？あれ、あれレテン？美しい。え、レテンじゃね？聞こえてくる、聞こえてくる、聞こえてくるよ。レテンじゃダメだ。あの痛い YouTuber どこ行くん、どこ行くん、どこ行くん。え、もしお前倒れたらどうするの？俺の間に救急車とか呼ばれんじゃん。救急車呼ばれてめっちゃ悪くて迷惑かかるよ。え、別に救急車に追われてる。え、何あの陰キャ、救急車乗ってくんだけど。2人まみやってるから。